バレーボール選手には数多くの可愛くて美人なアスリートが揃っています。高身長な女性が有利なバレーボールは、おのずとスタイルの良い女子選手を集めることになります。そこで今回はバレーボール選手美人で可愛いランキングを紹介します。第7位、木村沙織。日本で一番有名なバレーボール選手といっても差し支えない選手でしょう。幼少期から才能を発揮していた彼女は、女子高生の時には日本代表に。当時はスーパー女子高生として日本中に知れ渡ることになりました。その後も日本トッププレイヤーとして活躍してきた彼女は、2012年、2013年シーズンに日本人初の1億円プレイヤーに。彼女の所属するワクフバンクはトルコカップ、トルコリーグも制覇し、公式戦無傷の47連勝で三冠を達成するほどでした。2013年には日本代表のキャプテンに就任し、チームを引っ張っていくことになります。2016年5月にはリオオリンピックに出場し、オリンピック4大会連続出場を果たしました。第6位、吉岡佳奈。ミドルブロッカーとしてチームに大きく貢献してきたバレーボール選手です。1995年10月14日、東京都で彼女は生まれ、中学1年生の時にバレーボールを始めます。高校2年生の時には春高バレーに東京代表としてベンチ入り。しかしその時は試合に出場することはできませんでした。進学先の青山学院大学では日本インカレにも出場し、チームに貢献。大学卒業後はビクトリー稲姫路に入団し、新人として迎えた2018年、2019年シーズン、 V2 リーグでいきなりの優勝。オールスターへの選出や最優秀新人賞、スパイク賞、サーブ賞を獲得し、一躍チームの顔となるほど活躍しました。第5位、古賀紗理那。東京オリンピックで活躍した美人バレーボール選手です。小学2年生の頃、母親の影響でバレーボールを始めました。週6日練習という厳しい指導の中、小学5年生、6年生の頃に全国大会に出場。中学3年生の時には全国3位となり、優秀選手にも選ばれたそうです。さらにジュニアオリンピックカップではオリンピック有望選手にも選出され、全国の高校からオファーが殺到する選手となりました。高校入学時には身長180センチにも上り、春高バレー、ベスト4やインターハイ優勝など多くの大会で活躍しました。17歳の頃には世界アンダー23女子バレーボール選手権の日本代表に選ばれ、銅メダルを獲得。高校卒業後は NEC レッドロケッツに入団。入団1年目にいきなりチーム10年ぶりのリーグ制覇に大きく貢献しました。そして2021年には東京オリンピックの日本代表に選出。東京オリンピックでは初戦のケニア戦で足を負傷するものの、要所要所で出場しチームに貢献しました。第4位、ガヤアスミ。インスタフォロワー 4.2 万人と圧倒的な注目を浴びているバレーボール選手です。父親は元サッカー選手、母親はバレーボール選手のアスリート一家に彼女は生まれます。もともとサッカーとバスケをやっていた彼女でしたが、母親の影響で次第にバレーボールをやりたいという思いが強くなっていったそうです。しかしバレーができる環境がなく諦めていました。そんな中、父親の転勤とともに別の中学校に転入。そこにはバレー部があったため、すぐに入部しました。サッカーは6年間続け、選抜に選ばれるぐらいの実力はあったそうですが、きっぱりやめることができたそうです。中学校を卒業すると土浦日本大学高等学校を得て東京女子体育大学に進学。その後バレーボール V リーグ2部である GSS 東京サンビームズに入団します。2019年、2020年シーズンの V リーグで GSS 東京サンビームズは2位に輝くなど優秀な成績を残しています。しかし残念ながらチームでの出場機会が徐々に減ってきた彼女は、2022年3月に GSS 東京サンビームズを脱退。自身のツイッターで
このことについてツイートしています。4年間お世話になりました。どんな時も温かいご声援をくださり、皆さんのおかげで前を向いて頑張ることができました。2022年3月には地域チームである東京スリジエ女子チームに入団し、一般の社会人とバレーボール選手を両立しています。第3位、菅原里奈。1997年3月24日、秋田県秋田市で彼女は生まれました。彼女は小学校4年生の頃に友達がやっていたのを真似してバレーボールを始めます。高校はバレー強豪校である秋田北高校に進学。忙しい高校生活を送っていたそうで、午前7時からの朝練と授業後21時までの練習を繰り返していたそうです。その結果、3年生の時にはエースナンバーを背負い、チームを春高バレー進出へ導く活躍を見せました。高校卒業後は東海大学に進学。大学在学中にアランマーレ山形に内定選手として入団しました。2019年には山形県代表として国体に出場し、持ち味のブロックでチームに貢献。2020年から2シーズン連続でブロック賞に輝きました。第2位、白岩蘭菜。1位の選手と同様にバレーボール界ナンバーワン美女と名高いのが彼女です。彼女がバレーボールを始めたのは小学校5年生の時、母親の影響でバレーボールを始めました。高校はバレー強豪校である美府高校に進学。高校時代、彼女は主将を任されるなど強いリーダーシップを発揮し、チームを引っ張りました。しかし県大会では常に上位に食い込む美府高校でしたが、全国でも上位チームであった古川学園にはかなわず、春高バレーやインターハイには出場できませんでした。高校を卒業すると新潟医療福祉大学に進学。彼女は大学1年生の時からレギュラーを勝ち取るほどの実力でしたが、練習の厳しさからバレーボールをやめることも考えたそうです。そんな中、大学3年時のインカレで1回戦負けを喫した時、お世話になった先輩たちを自分のプレーで勝たせることができなかったことがとても悔しかったそうです。その結果、大学4年時には優秀賞、スパイク賞、サーブ賞、ベストスコアラー賞など多くの大会で賞を総なめにしました。大学卒業後はアクアフェアリーズでバレーボールをすることに。2019年、2020年シーズンにはルーキーながら10試合に出場。 V サマーリーグ女子東部大会ではファン投票で選ばれ、フレッシュスター賞を受賞しました。2022年、2023年シーズンは群馬銀行グリーンウィングスに移籍し、チームに貢献しました。ちなみに彼女はジャニーズオタクだそうで、自身のツイッターでもジャニーズ情報を何度もリツイートしているんだとか。また彼女の名前であるランナは、走る人を意味するランナーからで、両親が実業団の長距離選手だったことが由来だそうですよ。第1位、滝沢奈々恵。バレーボール界ナンバーワン美女にふさわしい女性です。1987年9月22日、東京都で彼女は生まれます。母子家庭で生まれた彼女は小学2年生の時にバレーボールを始めました。幼い頃から才能を開花した彼女はバレー強豪校に進学。高校3年生の時は主将としてチームを率いました。2006年にはパイオニアレッドウィングスに入団。ポジションはリベロだったそうですが、あまり出場機会に恵まれなかったそうです。7月にはアゲオメディックスに移籍。アゲオ中央総合病院のリハビリテーション技術科に所属しながらバレーボールの練習を続けたそうです。その結果、レギュラーを勝ち取り、2009年の V チャレンジリーグで準優勝を果たしました。現在彼女は女性限定のトレーニングジムで働いているそうです。いかがだったでしょうか。他にも可愛くて美人なバレーボール選手を知ってるよという方は、ぜひコメントお願いします。ありがとうございました。それでは今回の動画が良いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。